新型コロナウイルス感染症対策に役立ててもらおうと、太陽石油株式会社が今治市に寄付金を送りました。市役所で行われた贈呈式には、太陽石油株式会社の中山真嗣代表取締役常務執行役員や徳永茂樹今治市長など関係者が出席しました。式では中山代表取締役が、規制は緩和されましたが引き続き気の抜けない状況は続くので活用してほしいと述べ、徳永市長に寄付金の目録を手渡しました。太陽石油では新型コロナウイルス感染症の拡大により地域社会全体に大きな影響が生じていることから、感染症対策に役立ててもらおうと今回200万円を今治市に寄付しました。無料で配布をさせて、目録を受け取った徳永市長は、万が一の備えを怠ることなく、さまざまな対策を取りながら市民サービスの向上に努めたいとお礼を述べました。太陽石油が今治市にこうした寄付金を送るのは今回が3回目で、今治市によりますと今回受け取った寄付金は抗原検査キットの購入などに充てられます。寄付についてはですね、やっぱり我々愛媛県今治市の会社ということで、この地元に何か貢献できないかということでここ数年続けております。で、金額としてはささやかもしれませんけども、いろんなことに有効に使われたら非常に嬉しいなと思いますので、使い方はもう市の方にお任せしたいと思ってますので、我々としては心配してなく、使っていただければというふうに思ってますので、皆さんによろしくお願いしたいと思います。はい、チーズ。もう一枚。